Of course, yeah, I can. क्या कहना भाई जी, कम से कम ही दो दिन काफी है। दो क्या मास्टर है? लगे। ओही, तो वही क्या? लगे जी, कैसा तो मेरे को ये था, कैसा तो मेरे को आ। आज ना। Thank you.
Unlike the yesterday's jazz, the
Thank you.
のお知らせです。本日の第34回つくばマラソンは予定通り開催いたします。繰り返します。本日の第34回つくばマラソンは予定通り開催いたします。つくばマラソン実行委員会からのお知らせでした。昭和大学は真心あふれる医療人を育てます。理系総合大学の7時です。 TBS ラジオ林美奈穂プレシャスサンデー。時刻は7時になりました。 TBS ラジオ林美奈穂プレシャスサンデー、 TBS アナウンサー林美奈穂です。赤坂のスタジオから見える空の様子ですが、明るくなりまして、そして晴れています。今日もよくスカイツリーが見えますよ。それでは今日のお天気詳しく伝えていただきましょう。気象予報士の西智美さんです。おはようございます。今日の関東は晴れのち曇り、日中いっぱいは晴れて空気が乾燥する見込みです。で、最高気温は昨日と同じくらいになりまして、東京、横浜、千葉、熊谷で19度、前橋、宇都宮などは18度の予想。今日も平年を4度ほど上回りまして、日差しが暖かく感じられそうです。で、今日のように晴れて暖かくなる日をお春日和と言っています。春という字が使われていますので、春先の暖かい日と誤解されやすいんですけれども、小春日和というのは晩秋から初冬にかけてよく使われます。はい。で、明日月曜日は今日より雲が多くなりまして、最高気温も東京で17度と小春日和とまでは言えないんですけれども、明日も天気の大きな崩れはなく、お出かけ日和が続きそうです。はい。山岸智美さん、ありがとうございました。さて、今日のプレシャスサンデー、メッセージテーマは家電にまつわる珍プレー、好プレーです。先ほど6時台最後にご紹介しきれなかったメッセージご紹介します。ラジオネームロデオパンタロンさんからのメッセージです。ありがとうございます。うちにある電子レンジは数年前からおかしいんです。普通はダイヤルを回すとゼロに向かって電子レンジが進んでいき、ゼロになるとチーンってなるはずが、数年前からダイヤルを回しても電子レンジとしての機能は果たしているにもかかわらず、ダイヤルがゼロに向かってしまいました。ずっと温めっぱなしなんです。原因は不正です。結局僕がその場に立ち尽くし、時間が来たら自分でダイヤルを回してチーンと鳴らしてしたものをやれています。これちょっと面白い壊れ方って言っていいですかね。この電子レンジというより温める機能になっていると。私に任せてばかりいないで、私のそばに行って見守ってよみたいな、ちょっと甘えん坊さんの電子レンジさんですね。いやー、こんなちょっと珍プレーな話もありますけども、山岸さんは何か家電にまつわる珍プレー、そして好プレー何かありますでしょうか。私はお掃除ロボットですね。2年前のクリスマスですね、旦那さんからこうちょっと今その時妊娠中で、まあ、大きなお腹ではちょっと掃除機かけるの大変だということで買ってもらったんですね。はい。で、今ではですね、1歳7ヶ月の娘のお友達になりまして、今ではもう鬼ごっこしてますね。追いかけたり、追いかけられたりみたいな感じで。そうなんですね。こういった瞬間も愛くるしいというか、そうですね、お子さんとそしてその掃除機が、なんだか愛くるしく見えそうですね。そうですね、いいお友達に、はい、いいこう、こもりに、こもりやすくなって、お掃除面も、こもり面も役立ってくれてる、かなり丈夫な、優秀な家電くんですね。はい。それでは皆さんの、珍プレー、好プレーも教えてください。メッセージの宛先です。ファックスは03-5562-9540、03-5562-9540、メールは ps@tbs.co.jp、ps@tbs.co.jp、おところ、お名前、そして必ずつながる連絡先も書いてください。
メッセージを送っていただいた方の中から抽選で3名の方に気仙沼産のフカヒレ 100% を使ったフカヒレスープをプレゼントします。レンジで温めるだけで簡単に食べられます。ご家庭で本格的な味をお楽しみください。メッセージお待ちしています。それでは7時台8時台のメニューです。この後は三輪明宏さんのバラ色の日曜日。今日は三輪さんもお気に入りというイタリアを代表するオペラ歌手をご紹介するそうです。続いて新作映画をご紹介するプレシャスシネマ。今朝は6歳の僕が大人になるまでを取り上げています。この作品も本当に本当に良かったんです。ですからね、プレシャスシネマぜひお聞きいただきたいです。そして井森美幸のググッと群馬、こちらは群馬のほうれん草をご紹介します。今日も井森さんと楽しく放送していきますよ。また毎週ゲストをお迎えするプレシャスエンターテインメントではアメリカ出身のシンガークリス・ハートさんをお迎えします。クリス・ハートさんは去年この番組にも遊びに来ていただきまして、また再会をできました。とってもいいお話しますから、どうぞお楽しみに。日曜日を楽しく過ごす情報満載プレシャスサンデー、8時50分までお付き合いください。 TBS ラジオ林美奈穂プレシャスサンデー、三輪明宏バラ色の日曜日。この番組はパルコ劇場パルコ出版がお送りいたします。バラ色の日曜日。ボンジョールの皆様、おはようございます。ご機嫌いかがでしょうか。三輪明宏でございます。さて、バラ色の日曜日が参りました。今日は私の大好きな、オペラ歌手がね、たくさんいらっしゃいますけれども、その中の一人でね、ティートス・キーパー、あまりね、日本ではそれほどポピュラーでございませんけれどもね、オペラというよりね、ナポリミオンを歌わせるとね、もうなかなかの味で、他の名歌手もたくさんいい曲を入れてらっしゃいますけど、私はこの人のね、いろんな解釈の仕方、曲の進行の仕方が好きなんですね。では詳しいお話はまたこの後でお届けしたいと思います。ではどうぞお楽しみに。三輪明宏最新刊明るい明日を、大人気コラムがついに一冊の本になりました。過去、現在、未来を比べ、自己の立ち位置と道を見出しましょう。三輪明宏最新刊明るい明日を、パルコ出版より好評発売中です。今日はオペラ歌手ティートス・キーパーについてお話しさせていただきたいと思います。イタリアの、ね、テノール歌手でございましてね、1910年から50年代にかけて活躍したテノール歌手でございましてね、私はまだ長崎にいろんな方たちのね、レコードを集めておりましてね、でその中の一人なんですけどもね、一人一人全部特色が違いましてね、ラドナイボービネコアンピマラメント、あれもね、カデンツァのところが全部一人一人、みんなテクニックも技術も全て違いますでしょ。でそれがね、ちょっと面白くてね、でのめり込んでいったんですけど、でソプラノ歌手もね、まだマリア・カラスが活躍する前でございましてね、ソプラノといってもね、リリックなソプラノ歌手もいますし、そういうドラマティックなソプラノもいますし、それぞれいっぱいいましてね、でその中でね、日本はね、一番その
オペラやなんかクラシックっていうのはね、まあどこの世界でもそうですけれども、日本は特にね、もうほとんどロックであるとかヒップホップであるとかラップだとか、若い人たちがそっちの方へ行きましてね、もうクラシックは片隅の方にずっとやられて、これとてもあの情けない悲しい状態で、英国なんかはねさすがだと思いますのね、クラシックのねフェスティバルがねあちこちでねものすごい人数だったのね、ちょうどあのいろんな、ね、武道館なんかでね若いロック歌手が乗ってるか乗ったりせいってやってわーってやってますでしょ、ああいう状態でね英国とかね、まあ、あのそういうものが行事が本当に上昇として行われてるのがすごい文化のレベルの違いだと思いますね、まあ民度の里とも言いましょうか。でそしてね、では元へ戻りますけど、スキーパーの魅力はね、ピーンと張ったね、あのそのですね、いかにもあの男性の一番あの精力的にノリに乗った時代ですよね。その時代の声がね、いかにも当たりを払うという感じがしますしね。そしてね、ちょっと甘みもございましてね、で表現力とか解釈の仕方、音符の一つ一つで、これのテンポの変化、こういうものが実に絶妙なんですね。ぜひ聴いていただきたいと思いますけれどもね、でテナウル・ディ・グラチア、つまりグラチアと言いますのは、まあありがとうという意味にもあの取れますけれども、ね、言うからあのテノールという、ね、そういうふうな呼び方もされておりました。またね、まあ女性に大モテの、あのイケメンでございましてね、で私の好みではないですけどもね、なかなかイケメンで、ギリシャ彫刻みたいな、ローマの彫刻みたいな顔してましてね、でパーティーが大好きで、あこれ女の人にあっちでもこっちでもね、いろいろスキャンダルになった方なんですよ。まあああいう世界は華やかなんですね。ではそろそろそのスキーパーの歌をお聴き願いましょう。ではティタスキーパーの歌で、さらばウルワジのナポリよ。Del guardetti da suo cappello c'è sta bellezza un pavita domar c'è vego c'è la ricama de stelle surgiva d'acqua fresca d'un
Japan.stripes.com, your online source for Stars and Stripes Japan. Time to pucker up. Brian Van Miller, CBS News. Excuse me, sir. Minutes to talk? Yes, first. Being a show for the set is exciting and all, but I can't help but think of the future. I mean, what am I going to do when my time in the Grand Army's over? Attend college, you should. College? Why college? A degree you should learn. Improve your career. It will. The future, you are planning for. Huh, that sounds like a good idea. I'll stop by the base education office today and sign up for class. I'm not scared at all. You will be. You will be. The Earth is composed of 70% water. But did you know that only 1% of that water is usable? Public Works Department Yokosuka ensures our water is safe for consumption by monitoring, sampling, and maintaining fleet activities in Yokosuka's water distribution systems. If you'd like to learn more about your water, check out the latest consumer confidence reports on the CNIC website at tinyurl.com/yokosukawater. Man, I can't believe I made it out of work by shopping for the fridge fund and got this sweet GOV to cruise around in. Hey, we should eat lunch before we go shopping. Oh, yeah, today's Italian buffet. Let's drive around for a while. Excuse me, Brazilian warriors. GOVs are for official business only. Shopping for the fridge fund and grabbing lunch is not official business. Yes, senior. Understood. Sorry. Don't be sorry. Just don't do it. Use GOVs wisely. For any questions regarding GOV usage, please contact Vehicle Operations at 225-9121. All right, man, listen up. We're tracking a large reptile off the coast. It's Godzilla. So what are we going to do? Just like you do at home, you got to have a plan. You got to have a designated meeting place in case of emergencies. You got to know the quickest ways in and out of your house, out of your neighborhood, in case Godzilla's tracking you. Also, make sure you have a disaster kit with 5 days worth of food and water and an emergency radio. So you can tune to Eagle 810 for the latest updates from the commander. All right, this works for all disasters, not just Godzilla, so let's go get him. To survive,
cable bill going up and up and up. Do something about it. Grab a pencil and jot down this special number. Call 877-249-MYTV. The more cable TV rates go up, the better digital satellite TV looks. So cancel the cable and get more of your favorite channels in 100% digital quality for less money. Call 877-249-MYTV. At just $24.99, what are you waiting for? Pull out your major credit or debit card. That's 1-877-249-MYTV. The only station that plays all the hits. Today's best hits. On AFN. It's got a body like a lava burst, but I can give it to you all the time. It's got a booty like a Cadillac, but I can send you into overdrive. Oh.
おはよう山美子さんでした。何これ、エコかけてもらってよく町内会のカラオケ大会とかで、はい、町会長とかがカラオケ歌うもマイクのエコーがセッティングしてるところで、本日は、町会の皆さんお集まりをいただきましてありがとうございます。大体こんな感じでエコーかかっちゃって、失礼いたしました。これ日本語で、ね、カバーされたのはペギー葉山さんで、当時これテープエコーっていう装置がレコーディングスタジオになくて、何度も自分で歌って重ねてたんだね。あ、じゃあ私じゃないですか。だからもうすごいよね。あ、じゃあ何度も歌わなくたって1回で全部できるじゃん。ちょっとやってみてよ。あ、そういうことか。いや、そうだよ。エコー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 、ほら、おー、これカバーできるわ。これもカバーしますか。これカバーとさせられたね。日陰のナポリ、日陰のナポリ、やんちゃな兄ちゃんがなんとかじゃピーナッツ食べてますね。エセチャラオガピーナッツカンビール、カンビールだ、カンビールだ、カンビールだ。英語中学のせずにぴったりだな、ぴったりだったのかな、ぴったりだってきました。本当に曲だけかけてた方がみんなどんなに気合いな気持ちになれたかと思うんですけどね。どうせ僕たちの仕事がなくなってしまいましてね。そうなんですよ。どうか一つ、はい、この辺よろしくお願いします。お願いいたします。50年以上も前の曲ばかりでしたが、はい、おじいちゃんおばあちゃん若い頃思い出していただけましたでしょうか。先生、すみません。はい、じゃあリズさん、おじいちゃんとおばあちゃんの曲を好きによって言うんですか。そうそう、まあちょっとイケてるお年寄りって感じ。はい、じゃあ他に質問ある人。シニアを知るならマーケッター必見の情報サイト、シニアライフ総研。読売子ども新聞と読売中高生新聞を一つのご家庭でセットで購読すると、特別価格の月額税込み1000円で280円もお得です。詳しくはお近くの読売新聞販売館まで。大変大手間心、夢心、いかがだったでしょうか。はい、ね、ラジオを聴きの皆さんのお便り、はい、懐かしい曲のリクエストもお待ちしております。待ってますよ、はい、番組の締めは真心川柳です。今週の一句、ままごとで夫婦の会話孫がする。ままごとで夫婦の会話孫がする。聞いてんだよね、あんたばっかりいいわね。毎日外で飲んで帰ってきてちょっとゴミ出してきてとかね。そうですね、全部垣間見られてしまうんでね、今年で気をつけましょう。あらわになってしまう。今日運動会社の日は手袋の日でもあるそうです。僕ちょっと2になんか毛糸で編んだ手袋とか片方落ちてたりする、すごいこうなんか切ない気持ちになるんだよね。探して行くのかなって、それがまた車にこう敷かれちゃったりする。ああ、ないんだよね。ダボロかったね。そんなことあってないよ。どうしてもさ、人を誘導するの、そうやって。本当に身のこなし、口のこなしが達者な娘だわ、この娘。皆さん、ご注意ください。などして、暖かく風邪をひかないようにしてください。番組はまた来週です。皆さん、素敵な週末は、連休をお過ごしください。お過ごしください。お過ごしください。たいてま心、夢心。この番組はスマイティ、読売子ども新聞、読売中高生新聞、シニアライフ総研、以上各社の提供でお送りしました。